佐久間ダムは、静岡県浜松市天竜区佐久間町と愛知県、北下良郡と米村にまたがる一級河川、天竜川本流中流部に建設されたダムである。電源開発が管理する高さ155.5メートルの重力式コンクリートダム。日本第9位の高さと第8位の総貯水容量を有する日本屈指の巨大ダムであり、 戦後日本の土木技術史の原点となった日本のダムの歴史に刻まれる事業である佐久間発電所と新豊根発電所により最大147万5 0 0 0ットを発電する水力発電を主目的とし、副次的に豊川用水の水源にもなっているほか2004年より洪水調節目的を付加して多目的ダムとするダム再開発事業が 国土交通省によって進められている。ダムによって形成された人造湖は、佐久間湖と命名されており、ダム湖100選に選定されている。ダムのある天竜川は、諏訪湖を水源とし基礎山脈と赤石山脈の間を縫うようにして、南に流れる。上流より、安岡ダム、平岡ダムが建設されており、佐久間ダムはその下流に建設された。ダムは、 天竜川が大きく蛇行する大地瀬川との合流点の直上流部、静岡県と愛知県の県境に建設されている。ダムが建設された当時の所在地は岩田郡佐久間村であったが、ダム完成直後、昭和の大合併で佐久間町となり、平成の大合併によって浜松市に編入、政令指定都市となったことから現在は天竜区となっている。 高さ100メートル以上のダムがある。政霊指定都市は浜松市のほか札幌市と静岡市がある。なお、佐久間湖を含めた場合には、静岡県、愛知県のほか長野県下稲郡天竜村にもかかっており、三県にまたがるダムも日本では希少である。付近は天竜奥三河国定公園に指定されており、地域の主要な観光地になっているものの、2020年9月現在、 バスなど、公共交通による往来はできない。天竜川は、赤石、木曽の量山脈に挟まれており、下記のタウと陶器の降雪によって、年間を通じて水量は豊富であり、かつ中流部の長野県飯田市から、静岡県浜松市天竜区、旧天竜市付近に至る約8 0キロメートル区間は、天竜橋などをはじめとして謙遜な峡谷を刻む、急流となる。 このため水力発電を行う上で理想的な河川であることから大正時代より水力発電開発の構想が持たれていた。佐久間ダム完成までは天竜川最大の発電用ダムであった平岡ダム最初に水力発電所が建設されたのは福沢桃介が設立した天竜川電力による大久保ダム大久保発電所であり1927年に完成した。 続いて、南向ダム、南向い発電所が1929年、安岡ダム、安岡発電所が1937年にそれぞれ完成、電流側の水力発電事業は加速してゆく。しかし、1939年、国家による電力統制を目論む軍部の意向で、第一次、この江内閣が電力管理法を施行したのに伴い、日本発送電が発足。 天竜川の水力発電所を蓄時接種しながら1940年により当時としては天竜川最大規模のダムであった平岡ダムと平岡発電所の建設を開始するが太平洋戦争の激化に伴い中断を余儀なくされた戦時中は民衆への電力供給が制限されていたが敗戦後その制限が解かれ一挙に電力需要は増大したしかし発電所や 変電車などの送電施設は空襲による破壊や国士による設備故障で従前の発電能力を発揮できず、また新規開発事業の中断もあって電力供給が著しく推備した。このため電力需給のバランスが崩壊し、日本は極端な電力不足に陥り、頻繁に停電が起こった。天竜川では日本、しかし中部電力を含む旧電力会社は、 発足間もないため経営基盤が弱く、電力不足を根本的に解消するだけの大規模な電力開発を行うだけの余裕がなかった。このため、当時経済政策全般を干渉していた経済安定本部は、慢性的な電力不足による停電が及ぼす産業復興阻害や治安悪化を懸念し、当時課題であった水害頻発と食料不足にも対応するため、戦前、 物のべおさおが提案した河川総合開発事業を軸にした河川開発で治水と電力、食料供給の改善を図ろうとした。天竜川流域では長野県が林虎尾知事により支流の三部川で治水と発電を目的とした三部川総合開発事業を1949年により着手し、下流では農林省により三方現代地や愛知県、 厚み半島への考えを目的とした土地改良事業を計画するなど多方面にわたる開発が期とされていた。第三次、吉田内閣はこのような河川を利用した大規模地域開発を推進するため1951年に国土総合開発法を施行し、全国22地域を対象にした特定地域総合開発計画を発足させた。天竜川水系も この22地域に選ばれ、地水と考え、そして水力発電開発を軸とした、天竜東三河特定地域総合開発計画が1954年6月11日に閣議決定された。この計画は、天竜川上流部には、三和ダム、高島ダムを建設して、地水、発電及び稲盆地への灌えを行い、中流部では大規模な発電用ダムを建設して、 大出力の水力発電を行う一方で、ダムを水源として、豊川用水や三方原用水などを通じ、静岡県西部と愛知県東部の灌えを行うことが骨子であった。このため、天竜川中流部に大規模なダムを建設する必要が生まれ、白羽の矢が立ったのが、ダム地点である、佐久間地点である。この地点は、両岸が険しい断崖で、V 字国を形成し、 地質も良好であったため、大規模ダム建設には理想的な地点であった。すでに1921年より、当時の名古屋電灯が推理権を獲得し、同社を吸収した東方電力や日本発送電が継承して調査を行い、戦後は中部電力が東京電力と共同で開発計画を立てていたが、いずれも日の目を見なかった。佐久間地点が着手に至らなかった原因には、 以下の理由がある。ダム地点の両岸は絶壁に近い断崖で、川船以外に到達できる手段がなく、トロッコやモッコを利用していた、当時の土木技術では、施工が不可能だったこと。天竜川の流量は特に春季から夏季にかけての流量が膨大である。ダム本体を建設する前段階として、川の流れを現場から迂回させる仮排水路トンネルを建設するが、 天竜川の洪水域流量に対応できる大口径のトンネル工事を非洪水域の短期間に完成させることが当時の土木技術では困難であり仮に洪水が襲来すれば再建にかなりの時間を要すること川底に堆積した砂利堆積物が深さ25メートルにも及び位置の要因もあって掘削除去するのが困難であること日本初送電分割 民営化後に誕生したばかりの電力会社は、経営基盤が脆弱で、単独で、作間地点にダムを建設だけの資金調達に耐えられないこと。以上の理由、すなわち土木技術的な問題とそれを支える資金面の問題が複合し、これを解決しない限り、作間地点のダム建設は不可能であったことから、いずれの事業者も結局構想のままで終わっていた。しかし、 電力不足解消と天竜東三河特定地域総合開発計画の根幹として佐久間地点のダム建設計画は避けて通ることができなかった。このため政府は1952年に発足した特殊法人である電源開発に天竜川中流部の水力発電開発を委ねる。その根拠となったのが 同年7月31日に施行された電源開発促進法の第3章第13条である。この条目では、ただ見川その他の河川等に係る大規模なまたは実施の困難な電源開発国土の総合的な開発、利用及び保全に関し特に考慮を要する北上川、その他の河川等に係る電源開発電力の地域的な需給を調整する等のために特に必要な 火力、原子力または、熊川その他の河川等に係る電源開発のいずれかに合致した地点を電源開発が開発すると定めている。同法に基づき、ただみ特定地域総合開発計画や、北上特定地域総合開発計画、吉野熊野特定地域総合開発計画に、電源開発は電気事業者として参入するが、天竜川中流部、佐久間地点も、 この1と2に該当するため電源開発の開発対象地域となり天竜東、三河特定地域総合開発計画に参入、発電用水利券を中部電力より移管した上で、同年10月20日、会社が発足して、わずか1ヶ月後に佐久間ダム、佐久間発電所の建設を正式に発表した。佐久間ダムは、タゴソダム、ミボダムと共に、電源開発発足当初から、 主要な計画として進められた。だが、計画通りダムが建設されると、上流の平岡ダムの直下流まで水没範囲が広がる。この付近は、山合いのわずかな平地を利用して集落が点在しており、ダムによって248個が直接水没、工事用用地建設により48個が移転、合計で九十六個が移転を余儀なくされる。また宅地十六ヘクタール。 農地446ヘクタール、山林4408ヘクタールが水没するという大規模保障事案となった。しかも、水没物件が多い上に、静岡県だけではなく、愛知県豊根村、富山村、長野県天竜村と3県にまたがる、広範囲な水没地域となることから、保障交渉は難航が予想された。1953年1月電源開発は、 元南満州鉄道副総裁で、当時は電源開発保障担当理事の平島敏夫を本部長とする佐久間保障推進本部を設置。保障交渉の下地となる保障基準の作成に取り掛かった。だが、水没住民の抵抗のみならず環境水利権の問題から、静岡、愛知、長野3県の当局者は、ダム建設に対し冷淡な姿勢をとり、 積極的な協力体制を見せなかった。また、ダム建設に伴い天竜川沿いを走る国鉄飯田線の約 18km 区間や豊根発電所が水没するほか、林業が盛んであったことでイカダ流しによる流木が途絶する。このため住民への保障のほか鉄道保障、発電保障、流イカダ保障も賛席し、平島イカ保障推進本部の所属員は、 地の小便を流すほどの苦難であったと伝えられている。政府は、同年5月、電源開発に伴う水没その他による損失保障要項を閣議決定し、発電用ダム建設に伴う保障対策について、電力行政を所管する通商産業省が援護する施策を取った。翌1954年1月より、まとめられた保障基準をもとに住民との保障交渉が始まった。 水没住民は、ダム建設の重要性を知っていたことから、銀座一等地並みの地下で保証しろ。そうでなければ、よそでダムを作れというように難題を持ちかけた。不祖伝来の土地が水没する瀬戸際であることから、住民も真剣勝負であった。これに対し平島は概ね住民の要求に沿った、保証を行う姿勢をとった。まず、佐久間村、豊根村、富山村、 天竜村の拡張村にそれぞれ対策委員会を設置して団体交渉を行い、個人、その上で、家屋保証では、建築技師に一件ごとの測量と製図、家屋の材料を吟味させて、保証価格を決定。農地と山林については作柄に応じて、坪単価、溶剤別単価で価格を算定した。また、井意だ業者をはじめ、ダム建設によって、 天業や廃業を余儀なくされる住民には、推進本部に所属する社員がきめ細やかな対応を行い、就職先や支援や生活設計相談に応じた。さらに公共保障については、学校、道路、橋梁などの公共物の新築、移築、増築をすべて電源開発が受け負い、当時の被災で17億円を投じて、インフラストラクチャー整備を行った。 この佐久間ダムにおける電源開発の保障姿勢は同時期のタゴソーダム保障事件と同様に高額な保障額での妥結を主としており河川行政を担当し多目的ダム建設を各地で進めていた建設省は保障額高騰による事業費の圧迫を嫌う立場から特に異議を唱えた当時の建設省による水没保障に対する姿勢は 例えば1953年に建設された石淵ダムにおける水没住民への態度が1963年に科学技術庁発行の石淵貯水池の水没保障における実態調査報告において国益を強調し自らの立場を高める権威主義と強制収容をちらつかせる強圧的態度を貫き水没住民を思いやる態度は全く見られないと 厳しく批判されており、同時期施行中だった藤原ダムや鎧畑ダムなどでも住民との圧力が生じた。だが、電源開発は建設省の意義に対し、保証交渉は一辺のペーパープラン通りには進まない、として住民本位の保証交渉を進めた。電源開発の保証に対する姿勢は当時、総裁であった高崎達之助の強い意志によるもので、見ぼダムにおける、 幸福の覚え書きや小川和桜の移植などダム発電所建設における基本方針となり1968年に施行されたクズリダムにおいて保障交渉が完了するまではダム工事には着手しないというクズリ保障方式が確立された一方国による水没住民への明確な保障指針が示されるのは八の素城紛争を経た1973年の 水源地域対策特別措置法を待たなければならなかった。国鉄飯田線付け替えについては飯田線佐久間ダム建設に伴う路線変更を参照住民本位の保証交渉を行った電源開発の姿勢は次第に住民の態度を漁業保証や流位化だ保証も妥けず飯田線については従来天竜川沿いを走っていた路線を佐久間駅からミネトンネルで 国道152号沿いに大きく迂回させ、三作墓町中心部を経て、大原トンネルで再度天竜川沿いに戻し、大嵐駅に通じる代替路線を整備した。新しい飯田線は1953年12月から1955年11月までの約2年間をかけ、佐久間ダム総工事費の6分の1に当たる60億円を当時、 豊根発電所については発電所建屋と取水口を移設した上で運転を継続したが、1972年に廃止され代替施設として新豊根発電所が建設されている。住民の一部は新天地を求め、電源開発が圧戦した愛知県と橋市の代替地に41個が集団移転した。ダムは1956年10月完成したが、296個の 住民の犠牲の上に高度経済成長の礎が気づかれたことも事実である。ダム完成の翌1957年10月28日、昭和天皇皇順皇后が佐久間ダムに行幸した。この際天皇皇后は女性を歌を認めたがその内容はダム建設に関連して苦労を重ねた水没住民、事業者などすべての関係者をいたわる内容の ものであった。佐久間ダムの建設は、地元佐久間村をはじめ、周辺地域に対し、不祖伝来の土地を沈めるという痛みを与えたが、一方で、公共施設や道路整備、保障や政府の自治体財政支援による、この一連の状況は、ユネスコ日本国内委員会の要請で、日本人文科学会が編集した、佐久間ダム近代技術の社会的影響という、 報告書で承述された。さらにダム完成の半年後、佐久間村は、浦川町、山賀村、城西村と合併して、新生佐久間町となったが、この合併も、佐久間ダムの建設が間接的な影響を及ぼしている。佐久間ダム竣工まで、日本一の高さを誇った五十里ダム、佐久間ダム発電所の構想は先日の通り1921年。 名古屋電灯が最初に発案したが、当初は現在の佐久間国一期を3分割して、佐久間、山室、小級発電所を建設する計画であり、佐久間発電所の出力も3万5 0 0 0ットと、小規模であった。大ダム計画に変化したのは1947年に、日本発送電灯開始点が発表したダム案からで、あり、 この時には高さ140メートル、出力42万キロワットの計画に情報修正されている。そして、電源開発による正式な開発が決定した段階で高さ160メートル、出力36万キロワットとなり、後に高さを4.5メートル低くした現在の規模となった。それでもこの規模は当時工事中ではあるが、 日本一の高さであった栃木県の五十リダムの112メートルを一挙に43.5メートルも上回り、当時としては世界大なない、に、従来の広報では少なくとも完成までには10年は必要とされたが、当時の日本は高度経済成長にひと走る時期であり、電力需要は急上昇の一途をたどっていた。したがって、電力開発は国家の市場命令でもあり、 当時の電源開発は昭和30年度財政投融資において国鉄の約240億円、日本電信電話公社の約75億円、郵政事業特別会計や日本航空の約10億円に比べ約269億円が融資されており、佐久間ダムは一刻も早い完成を求められた。パインフラットダム。ここで使用された重機が佐久間ダムで活躍した。 総裁であった高崎達之助は大規模な重機を駆使した近代化工法の採用がダム建設を最短で終わらせる唯一の策と考えた。日本におけるダム技術は小川の小牧ダムにおいて近代的なコンクリート打設工法が導入されていたが大型重機運用の導入はまだ糸口についたばかりだった。日本においては基礎川の丸山ダムにおいて 日本国産油圧ショベルトダンプカーによる大型重機の機械化工法が導入されていたが、日本人の操作技術が未熟だったため故障が続出。導入した重機の稼働率は半分程度であった。このため高崎は当時最先端の土木技術を有していたアメリカ合衆国に活路を見出そうとした。1952年11月に渡米した高崎は当時建設されていた。 パインフラットダムを視察する。アメリカ陸軍工兵司令部が施行していた高さ130メートル、総貯水容量約12億3300万立方メートルの巨大ダムであるが、ダム本体規模が佐久間ダムと同程度でありながら重機が整然と動いており、これを佐久間の参考とした。その後日本工業銀行の保証を得て、バンクオブアメリカから3年期限、無担保で、 総額900万ドルの借款を得た。その資金援助を背景に、アメリカの土木業者、コンサルタントと提携しアメリカ製大型重機を使用する条件をもって、国際入札を翌1953年1月に発表した。この結果最も入札額が安く、かつ先に視察したパインフラットダムで使用されていた重機をそのまま移送して使用するという条件提示をした。 アトキンソン社、マクミ、熊谷組連合が落札し、ダム本体工事をマグミ、発電所工事を熊谷組が担当することになった。一方、佐久間発電所で使用される水車発電機についても、高崎は国際入札を導入した。発電所で使用される水車発電機は9万6キロワットの出力を、有する水車と9万3キロボルトアンペアの 出力を有する発電機を各4台導入する計画であり、いずれも当時最大規模の設備だったことから、日本国内の電気メーカーはその行方を注視していた。しかし高崎が国際入札を導入すると発表したところ、電気業界は外資導入に強く反発。さらには政府や与党である自由党も反対した。当時の内閣総理大臣であった吉田茂は高崎に、 国際入札を中止するよう圧力をかけたが、高崎は総裁就任時に吉田と交わした会社の方針に政府は介入しないという約束を立てに、これを突っ張ね、入札を行った。参加したのは、日立製作所、東芝、三菱電機、電業車機械製作所、三菱重工の国内企業連合、富士電機、シーメンス連合、 ゼネラルエレクトリック社などの外資連合の3つであったが最終的に社内見積もりよりも入札額が安い国内企業連合が落札した。この国際入札について当時参議院議員電源開発顧問で後に民社党委員長となった佐々木良作は高崎の態度について談合を避けて真剣に入札させるには毒を持って毒を制する以外にない。しかし 日本が勝つ。かけてもいいという趣旨の話をしたと証言している。事業費が国民の税金である以上、経費圧縮は必要であり、企業化精神は特殊法人であっても不可欠という高崎の強い信念が伺える。また、日本の河川開発の見本であったテネシー側、流域開発公社の創始者、デビット・リリエンソールは1953年の辞書。 TVA 総合開発の歴史的実験において民間企業の融通性と独創力を並存させた特殊法人取り季しており、高崎の目指す電源開発の企業像も TVA 時を一にしていた。だが一連の国際入札問題が大引き、高崎は第五次吉田内閣によって電源開発総裁職を1954年7月19日に 更鉄させられた。なお高崎は、ダム完成式典において、第3次、鳩山内閣の経済企画庁長,長官として、出席している。佐久間ダムにおいて活躍した重機の一つ、油圧ショベルの例入札を含む、工事の開始は、水没住民に配慮し佐久間保証対策本部による保証交渉が開始されたのを見計らって着手された。まず大型重機や建設用資材を運搬するための、 工事用道路の建設に着手した。ダム現場のすぐ近く、約3キロメートルのところに国鉄飯田線中部天竜駅があり、遠方からの運搬は鉄道輸送でまかなえたが工事現場は先に述べた通り両岸が絶壁に近い峡谷であるため、右岸の川沿いと左岸の山中に道路を付設する計画が取られた。しかし一刻も早く工事に着手する必要があったことから、 道路が完成するまでは、大型重機を川船に乗せて工事現場まで輸送する、策が取られた。福音6.5メートル。この工事用道路のうち左岸部の道路は、佐久間ダム連絡道路として、現在でも利用されているが、右岸の道路は、廃道となりダム直下流にある飛流橋にその痕跡を止めているのみである。道路完成後天竜側の流路を変更する。 仮排水路トンネル工事が1953年12月より開始されたが、融雪や大雨による洪水被害を回避するために、翌年3月までの完成が必須だった。春季以降にずれ込めば、最大で毎秒数千立方メートルの鉄砲水が工事現場を襲い、現場復旧に時間がかかり工期が遅れるためである。しかし、アメリカから導入されたガードナーデンバー社製、 ドリルジャンボなどの大型重機は1日、最大掘削量872立方メートルという、当時世界第2位のトンネル掘削となり、ユークリッド社製の大型ダンプカーとキャタピラー製のブルドーザーによるドシャンパンも相まって予定通り、翌1954年3月、天竜側の火水はトンネルを通って工事現場下流に迂回され、水がなくなった工事現場では、 川底の深さ25メートルにも及ぶ膨大な砂利堆積物をビザイラスエリー社製の大型油圧ショベルなどで掘削、運搬。硬い基礎地盤が露出したことでダム本体のコンクリート打設が1955年1月より開始された。このコンクリート打設もウィスコ社製の高速度、ケーブルクレインやコンクリート運搬車などの大型重機が威力を発揮し、1日のコンクリート、 脱設量5180立方メートルは当時の世界記録として日本国外の雑誌にも紹介された。コンクリート脱設中の1955年12月には貯水が開始され、翌1956年4月23日には、佐久間発電所で23万キロワットの一部運転が開始された。7月にはダムの放流による巨大なエネルギーを相殺するため、 原生港に建設される福ダムが完成した。この福ダムは高さ30メートルであり、独立したダムとして認められている、神奈川県の宮ヶ瀬福ダムに匹敵する規模の大きさである。そして同年9月、五門からなるゲートが閉じられてダムは完成。佐久間発電所も出力35万キロワットの全面運転を開始した。巨大なダムでありながら、 工事に着手して、わずか3年という短期間で完成しているが、その原動力となったドリルジャンボは、サクマダムにおいて、日本で初めて導入され、また、日本国外製の大型ダンプカーやブルドーザー、油圧ショベルなどといった重機をはじめとした土木の最新技術が、日本人技術者に伝えられ、以後急速に日本国内で普及した。サクマダム竣工記念切手サクマダムの建設は、 日本の土木市において金字塔と称えられる。その理由はダムをはじめとする大型土木構造物の近代的機械化工法を確立したこと、この後建設される奥多田見ダムや宮ヶ瀬ダムなどの大規模、コンクリートダムやくずりダム、徳山ダムなど大規模、ロックフィルダム建設の基盤となったこと、また土木技術や電気設備技術において、 発展途上だった日本企業に影響を与え、日本国外に日本の技術の優位性を示す契機になったことなどである。先の水車発電機国際入札に反対した当時の日立製作所社長、倉立からも赤字は出したがその後いろいろ勉強をし、技術にも自信が持てた。それが日本国外への輸出につながったので安い授業料だった胸の10回をしている。 またダムの完成は敗戦の影響を引きずっていた日本国民の注目を浴びた一例として岩波映画製作所製作高村武継監督によるダム建設の記録映画佐久間ダムがある当初は単なる記録映画だったが佐々木良作が大倉賞に映画製作を交渉したところ却下されたため劇場を公開用に変更したという経緯がある音楽を芥川康史解説を 芥川博兄弟が担当した。この映画は三部作として劇場を公開されたが、観客動員数が第一部300万人、第二部250万人、第三部25万人と三部作合計で575万人を動員する大ヒットを記録。上映終了後も各地の学校や企業などから貸し出し依頼が殺到した。また当時の郵政賞は、 佐久間ダムの完成を記念して1956年10月15日の完成式に合わせて佐久間ダム竣工記念切手を発行。折からの切手ブームもあって多くの売り上げがあった。ダム完成を記念して発行された記念切手は佐久間ダムの他は小河内ダムしかない。佐久間ダムは文学や芸術の世界にも影響を与え、井上康氏は ダム工事現場を題材とした小説、満ちてくるルを発表。絵画では小山慶三が佐久間ダムを発表し、トネさん三つ人は映画佐久間ダムの影響を受け実際にダム工事現場の半売に住み込んで絵を描いている。しかしこうした栄光の一方でダム建設中における労働災害が原因で96名の労務者が殉職している。要因としては 豪雨や台風による天竜側の洪水や、謙遜な峡谷が建設現場だったことによる転落や落石などであるが、最も問題になったのは安全意識の欠如であった。佐久間ダムより、以前の土木工事現場では、本来着用が必須である保安棒、すなわち頭部を守るヘルメットがほとんど着用されていなかった。佐久間ダムにおいても保安棒を被る労務者は皆無に等しく、これが、 死亡事故増加を助長し国会でも問題になった。これを受けて安全対策工場の指導がアドキンソン社の技術者により繰り返され、労務者全員が保安棒を着用するに至った。工事現場における安全管理対策の宣弁となったのも佐久間ダムであった。高度経済成長を支えるという大義の下で天竜側に命を落とした96名の冥福を祈るため、 PER 管である佐久間電力管の傍らには、慰霊碑が混流されている。佐久間ダムの目的は、水力発電であり、佐久間発電所、新豊根発電所により、合計147万5千キロワットを生み出すが、副次的に灌溉や上水道、工業用水道の供給も行う。正式な目的は、水力発電しかないが、天竜東三河特定地域総合開発計画の、 根幹事業でもあり、事実上多目的ダムとして利用されている。以下、目的について詳述する。下流にある、佐久間発電所。近傍には佐久間周波数変換所もある。ダムと同時に運転を開始した、佐久間発電所は、最大出力が35万キロワットと日本において、用水発電を除いた、一般水力発電の中では、奥多田ダ発電所の56万キロワット、 タゴソウ発電所の40万キロワットに次いで日本第3位の出力を有する。この出力は完成時において東京電力の総出力の14%、中部電力の23%に相当するものであり、当時いかに巨大な水力発電所であったかがわかる。また年間発生電力量は年によって差はあるが、平均して約13億キロワット時であり、 この記録は運転開始以降破られていない日本一の電力量である。その要因は電流側の豊富な水量と湖から発電所まで133メートルもある高落差である。佐久間発電所で生み出された電力は中部電力と東京電力に送電されるが中部電力へは佐久間発電所から愛知県笠ス市にある名古屋変電所までを結ぶ佐久間西幹線。 東京電力へは同じく、佐久間発電所から、東京都町田市にある西東京変電所までを結ぶ、佐久間東幹線があり、超高圧送電線で送電され、それぞれの電力会社へ供給される。供給比率は、中部電力が年間6億3500万キロワット時、東京電力が年間5億7245万キロワット時で、両者折半という配分になった。 佐久間発電所は送電線を通じて、東の奥多田見、多子総量発電所、西の三ぼろ発電所と連結されており、夏季の電力消費ピーク時など電力需要が急増する際に連携することで不足の事態に対処している。一方、佐久間発電所で利用された水は放流量が多く、そのままでは不均衡な流量となって下流に様々な影響を及ぼす。 このため、佐久間発電所の下流に逆調整地を建設して、放流された水を逆調整地で貯水し、河川流量が均等になるよう水量を調節して、放流することで下流への影響を抑えることとした。この目的で建設されたのが、秋葉ダムであり、旧達山村に高さ89メートルの重力式、コンクリートダムを建設、佐久間発電所の放流水逆調整を行う。 他、秋葉第1、第2、第3発電所を建設して、水力発電を行う。この秋葉ダム完成によって、天竜東、三河特定地域総合開発計画における水力、発電事業は一応の区切りをつけたが、引き続き佐久間ダムを有効利用した、水力発電計画が進められた。1968年には、 支流ミサクボ川に合流する途中側にミサクボダムが電源開発により完成したが、ミサクボダムは、ミサクボ発電所を開始サクマダムとの間に導水路を設け、発電所で発電した後の水をサクマダムに供給する。これにより、サクマ、秋葉第一、秋葉第二発電所の年間電力発生量を1億2300万キロワット時増強させる。 その後も、天竜川本流の電力開発は、オイルショックを機に、国産再生可能エネルギーである、水力発電の見直しにより再開され、船際発電所と船際ダムが、本流最下流部のダム、発電所として1977年建設された、ほか、1982年には、佐久間発電所と秋葉ダム間の残った落差を、有効利用するために、 佐久馬第二発電所が運転を開始し、出力3万2000キロワットの発電を行うなど、天竜川の膨大な水量と落差を余すことなく、利用している。なお天竜川流域はちょうど周波数が 50Hz と 60Hz に分かれる境界線付近にあり、首都圏と中京圏に電力を供給するためには、各地域に応じた周波数の変換が必要となる。 佐久間発電所の4台ある発電機は、首都圏、名古屋圏どちらにも、分量を変えて送電できるようにすべて50、60ヘルツ兼用となっているが、1965年、佐久間ダム、佐久間発電所建設時のコンクリートプラント跡地に、佐久間周波数変換所が建設され、周波数の変換が容易となり、電力事業の広域運営が可能となった。詳細は、新豊根ダムを、 参照一方、新豊根発電所は、サクマダム建設後1962年により、電源開発促進法に基づき、計画された。建設当時は、火力発電が主体となっており、これらとの連携を図りやすい溶水発電が、注目されていた時期であった。同発電所は、サクマダムを、下部調整地として利用し、上部調整地は、サクマダム直下流で天竜側に合流する。 大津瀬川の支流、大入線に新豊根ダムを建設、そして中間に発電所を建設し、双方の貯水池を利用することで、最大112万5千キロワットを発電する。ダムと発電所は1973年に完成したがこれに伴い、佐久間ダム建設によって取水口が水没するために、発電所建屋と取水口を移転して、運転を継続していた豊根発電所が、 新都米ダム建設に伴い取水ダムと取水口が水没するために廃止されている。なお、新都米ダムは当初電源開発により発電専用ダムとして計画されたが、1968年の台風10号と翌1969年の佐久間町浦川を中心とした2年連続の大災害を機に愛知県が治水目的で事業に加わり、 さらに建設省に事業が移管され以後建設省と電源開発が共同管理する多目的ダムとして完成、運用されている。佐久間ダムの水は発電に利用される一方で正式な目的ではないものの天竜東、三河特定地域総合開発計画に基づき1949年より農林省が施行開始した豊川用水の水源として利用されており、 慢性的な水不足に悩む豊橋市、豊川市及び厚見半島などへの農地管外、上水道、工業用水道供給を行う。すなわち、佐久間ダム岸に取水口を設け、佐久間道水路として天竜川水系と豊川水系を結ぶ流域変更を行い、豊川の支流である上川にダムの水を放流する。放流された水は、上川本流に建設されたダムと、 れ川支流の大島側に建設された大島ダムの水とともに下流にある大納島志港より取水され豊川用水となる。用水は東西に分かれ、東部幹線水路は静岡県西部や豊橋市、厚見半島まで延伸、西部幹線水路は蒲郡市まで延伸して、灌外や上水道、工業用水道に利用される。またこれとは別に、 豊川本流にある室松原投資校より取水された水は室用水、松原用水として豊橋市の水需要に供されている豊川用水は愛知用水公団水資源開発公団の管理を経て独立行政法人水資源機構が管理を行う佐久間ダムは5月6日から9月20日の農販期限定でかつ年間総取水量が5000万立方メートルを 超えない範囲で水を豊川水系に導水している。なお、佐久間ダムの逆調整地として建設された。秋葉ダムは、天竜東三河特定地域総合開発計画の主要事業でもある、三方原用水の水源、水力発電を主目的として建設された。佐久間ダム、秋葉ダム、船際ダムではあるが、静岡県西部、愛知県東部の水亀としても重要な役割を、 になっている。佐久間ダムによって誕生した佐久間湖は、全長3 3トル総貯水容量3億2684万8000立方メートルと、ダム同様日本屈指の規模を持つ、人造湖である。莫大な貯水容量は、暴れ川である天竜川の治水にも重要な役割を果たす、放流中の佐久間ダム、建設消火線局長通達、伊達川発、 第178号で洪水調節のための捜査規定が定められている。詳細は日本のダムリ水ダムの分類を参照天竜川は古くは701年に上流の高島地域で下流では奈良時代の715年に大洪水を起こした記録があり古くから洪水の被害が絶えない河川であった。しかし天竜川は戦後経済安定本部の諮問機関である。 地水調査会が示した河川海底改修計画の対象重水系には当時たまたま大水害がなかったため選ばれず、かつ対象時代以降天竜川本流には発電専用ダムが階段式に建設され、大規模ダム建設の適地が工事難易度の高い作間地点程度しか残っていなかったため、利根川は川のような多目的ダムによる 広域治水計画は検討されず堤防整備を細々と行っていた。治水目的を有するダムは、支流海部側に三和ダムが1959年、完成したのが最初であり、その後も、支流を中心に建設省、または、長野県により多目的ダムが建設されたが、天竜川本流には、治水目的を有するダムが今もって建設されていない。発電専用である。 佐久間ダムはその規模の大きさから発電や利水のみならず佐久間湖の莫大な貯水量を利用した洪水調節の期待も持たされていた。これはダム計画が発表された後に電源開発が作成した佐久間発電所計画概要の中にも建設の有利な条件として明記されている。1964年には河川法が改定されてダムに対する 様々な基準や規則が定められたのを機に、発電、灌外、水道専用の、いわゆる利水ダムについても、河川管理者である国や地方自治体が河川を一貫して管理するという法改正の趣旨のもと、止水に対する責務を明確化させる必要が生じた。佐久間ダムは先に述べた通り、天竜川水系最大のダムであり、地域に及ぼす影響は大きい。 特に洪水地の放流操作は下流への水害防止という観点から重要で課題であった佐久間ダムの治水目的に関して明確な指標が出されたのはまず1965年2月11日に出された河川法施行例がある同性例第1章第23条では利水ダムの洪水調節対策としてダム人造庫の規模に応じ第1号から第3号までに分類され それぞれに応じた洪水調節対策が定められた。佐久間ダムについては、指定基準である洪水破棄ゲートを有し、ダム湖の淡水区域が1 1トル以上のもの、すなわち第1号に該当するため施行令、第24条に基づき、ダムを建設する前の河川機能を維持しなければならないと同時に、放流に伴う増加流量を調節するための、 貯水容量を設けなければならないとされた。さらに、翌1966年5月17日には、当時の建設消火線局長が出した通達、伊達川発第178号における利水ダムの分類で、第一類ダムの指定を受けた。第一類ダムとは、設置に伴い通常時に比べて、洪水流下速度の増大などが発生し下流の、 洪水流量が著しく増加するダムで、結果発生する水害を防止するために増加流量を調節することができると認められる容量をダム湖に確保することで、洪水に対処する必要があるダムのことを指す。河川法施行令、河川局長通達の規定はいずれも、還元すれば大規模な利水ダムについては多目的ダムや、地水ダムの地水容量に留意した空き容量を持たせて、 洪水の際には可能な限り洪水を空き容量に貯留して流入量をそのまま放流しないよう放流量のピークを遅らせて水害の発生を防ぐというダムのことであり放流操作において治水目的を有するダムと同様の細かい操作規定作成が要求された河川放出工例と河川局長通達の違いは対象となるダムが名指しで指定されたか否かであり通達には 1> 第1類から第3類まで指定ダム名が記載されている。ちなみに第1類に指定されたダムには巨大なものが多く、天竜川では、三作母ダムが第1類に指定された他中部地方。この精霊と通達により、佐久間ダムは利水ダムでありながら、地水に対しても責務を負うことになったが、多目的ダムや地水ダムのように明確な洪水調節目的を持たされているわけではない。 佐久間ダム再開発で検討されている大佐対策のバイパストンネル。写真はダム下流の出口側。こうして、佐久間ダムは事実上多目的ダムとして天竜側の治水、利水のようになった。しかし天竜側の治水において大きな問題になっているのがダム湖の大佐である。天竜側に注ぐ中央アルプス南アルプスを水源とする支流は、 中央構造線近辺の脆い岩室を流れており、絶えず大量の土砂を排出している。ダムがない頃の天竜川はこれら大量の土砂がそのまま、円州灘に到達し、中田島砂丘などを形成した。しかし天竜川にダムが階段状に建設されたことで、流砂連続性が途絶、ダムには大量の土砂が堆積していった。特に深刻なのが安岡、平岡の両ダムで、大砂率は、 それぞれ80%を超えている。1961年の36災害では、言い出しなど、天竜橋より上流部が深刻な浸水被害を受けたが、その原因に挙げられたのが、安岡ダムの大差だった。また、佐久間ダムについても大差が進行しており、無策で放置すれば巨大な貯水池といえど埋没する、危険性がある。また、下流に砂が運搬されなくなったことで円周などの、 海岸侵食が進行、中田島砂丘の面積縮小や、付近の松林が故障する被害が発生している。電源開発も湖内搬送や搬出などの対策を行っており、加えて業者による資材用の砂採取も行われているが、平岡ダム、安岡ダムを越えてくる膨大な土砂はそれらを凌がしており、大差は進行する一方だった。こうした問題を解決するため、 佐久間湖の春節実施やスラリー輸送による大佐対策が検討されたが、天竜川を管理する国土交通省中部地方整備局はより効率的な大佐対策として2003年より天竜川ダム再編事業に着手した。具体的には今まで利水専用だった佐久間ダムに正式に洪水調節目的を持たせて多目的ダムとし天竜川水系に建設された。 他の国土交通省直轄ダムである、三和ダム、腰渋ダム、新豊根ダムと連携することで天竜川下流の治水を強化するとともに、佐久間ダムの大差を除去して下流に流すことで、佐久間湖の貯水容量確保と、遠州などの海岸侵食を防止するという、流砂連続性の改善を目的とする。以上の目的を踏まえ2004年より、根幹事業である。 サクマダム再開発事業が着手された。土砂排出の方法としてすでに、三輪ダムや小渋ダムでも着手されている、バイパストンネルによる大差除去が検討されているが、今後下流の秋葉、船平ダムとの連携を含め事業をどのように進めるかが検討されており、完成時期は未定である。しかし2009年に民主党政権の前原政治国土交通大臣が 決定した未完成ダム事業の見直しに、佐久間ダム再開発を含む、天竜川ダム再編事業は対象とされていない。なお直下流の天竜区佐久間町は、バイパストンネル建設に反対している。佐久間ダムの天馬、飯田富山佐久間線が上を通る、ダムと佐久間湖は、天竜区三河国定公園に指定され、佐久間湖は2005年に、旧佐久間町の推薦で、 財団法人ダム水源地環境整備センターが選ぶダム湖100選に選ばれた演習地域の主要な観光地の一つで展望台からは巨大なダムの姿が一望できるほか佐久間湖では新緑や紅葉が楽しめる1997年3月リニューアルオープンした佐久間電力館では佐久間ダムの歴史や最新のバーチャルゲームをはじめ体験しながら電気の科学を学ぶことができ 入場閲覧は無料である。また、毎年10月の最終日曜日には、佐久間ダム竜神祭りが開催される。天候にも夜がちょうど紅葉の始まりの頃でもあり、景色もよく見ごろである。竜神祭り時のダム湖では、竜神の舞の演舞や花火が行われ、ダム邸内に入ることもできる。普段はダムへの公共交通手段はないが、この祭り開催中は、 中部天竜駅や佐久間共同センターなどから無料シャトルバスが運行される。佐久間湖ではアユやニジマスが釣れるが漁業圏は佐久間ダム漁業共同組合が管理しているため釣る際には入漁券の購入が必要である。アクセスとしては公共交通機関では JR 東海飯田線中部天竜駅が最寄りの駅となる。中部天竜駅からは 佐久マダム竜神祭り時以外のジョージはダムへの公共交通機関はない。そのため約2 5トルの徒歩かタクシーになるが、タクシーは現在では旧佐久間町にないため旧三作母町から呼ぶことになり、呼ぶだけで相当の時間と料金を要する。徒歩でも歩道や誘導標識はあるため行くことは十分可能である。またかつては、 静岡県道288号を終わらし、佐久間線を歩くと、交流写真のようにダムがそびえ立つ姿を見ることが、できた。現在は、悪路、未整備、かつ落石多発の危険性が高く通行止めであり、柵で閉鎖されている。自動車では、佐久間ダムの天板を通る長野県道、愛知県道、静岡県道1号、飯田富山佐久間線を利用することになる。 三県を通過する珍しい県道として知られる。この道路だが、生活道路や移動経路としてはほとんど利用されておらず、新豊根発電所近傍までダム湖から採取した砂を運搬するダンプトラックが頻繁に通るのみである。東京、静岡、大阪、名古屋方面からは、新東名高速道路浜松稲佐ジャンクションから3、沿岸新自動車道に入り、 終点放来京インターチェンジから国道151号を経由して県道1号にアクセスできる。一方長野県方面からは国道151号、国道418号経由で下稲郡天竜村に入り、そこから県道1号を走るルートがあるが、当該区間の県道1号は 30km 以上に渡って延々続く山中のワインディングロード、途中に集落といえば、 豊根村と山地区があるのみという険しいルートである。ありがとうございます。